助かった。世話になったな。いや、俺らは別に。それにしてもすげえ喧嘩でしたね。あんたも相手の男もえらい迫力でしたよ。俺たちはもうビビっちゃってなあ。ここはホームレスのたまり場なんです。地域の花つまみですよ。住み着いてんのはみんなここへ来るまでにいろいろあった連中で、例えばほら、あそこのテントの主は最近まで看護師でした。何日か前なんて銃で撃たれた男を見てやってましたよ。銃で撃たれた違いますって。たぐ、こいつすぐに話盛るんだから。いや、持ってねえって。いたじゃねえかよ、頭もじゃもじゃの筋もんが。今もあのテントの中で寝てんだろ。大きな声出すなよ。おっと、見てください。あれ、あんたはもういた方が良さそうですよ。俺らは警察に何も言いやしません。面倒には関わりたくないんですから。分かった、ありがとうな。上流、 GPS がこの位置で花輪を見失った。何があったか報告してもらう。すぐ寺に戻れ。待ってくれ。花輪は昨夜埠頭を襲ってきた連中にさらわれた。今そいつらからの電話を待ってるとこだ。おい、報告は寺で聞くと言ってる。そいつを返せ。まず寺に戻って報告だ。花輪のいない間は俺がお前を管理する。指揮系統に従え。身の程をわきまえろ。なるほど、敵は近江連合を名乗っていたと。しかし一方でその裏付けはできてないんだな。本当に連中が近江連合かはお前にもわからん。ああ、そんなことよりさっきのスマホを返してくれ。奴らから電話が来た時、俺が出ねえと花輪がやばい。それは気にしなくていい。どうせスマホは電波を遮断している。 GPS でこっちの場所を探知されちゃ困るんだよな。どういうことだ。要するに向こうが電話をかけてもこっちには繋がらないってことだよ。だったらなんでここに連れてきた。状況を報告してもらうためだ。まだ終わってないぞ。誰が質問していいと言った。いい加減にしろ。話になんねえ。そりゃ話にならないわけだ。お前は自分が何だと思ってる。こんなことをやってる場合じゃねえんだ。仲間が人質に取られてんだぞ。奴らだってこっちとの連絡がつかなきゃ花輪を殺す。その代わりこれ以上我々の情報が漏れることもなくなる。何？もう花輪がさらわれた時点である程度は仕方ない。拷問にかけられ何も喋らないなんてまず無理だ。これはお前の責任だな、上流。だがな、我々は情報が漏れた前提でまた組織を闇に潜ませればいい。あんた、花輪を見捨てる気か。何の手も打たねえうちから。あいつが本当に大道寺に忠実ならもう自分の手で自分に始末をつけている。そうでないなら組織をリスクにさらしてまで救う価値はない。そいつは
大道寺の方針か、それともあんたが個人的に責任を負いたくねえってことか。知ったような口を聞くな。やれ。初めからこうしてりゃよかったんだ。伝説の極道だったらしいが、結局俺らとどこが違う？同じ日陰者だろ。これからは特別扱いもしない。任務とあらば汚れ仕事はつきものだ。それをもし断ればお前にも沖縄の子供たちにもペナルティを与える。どこにでもいるんだな、無能な指揮官ってやつ。俺の名前は吉村だ。よろしくな。自分の立場を分からせてやれ。時間は好きなだけ使っていいぞ。スマホを返してくれ。電話かかってくるんだ。今ならまだ花輪を助けられる。我々も好きでこんなことをやってるんじゃないんだよ、桐生さん。まあでもこれからは一緒に仕事もするだろうし、自己紹介を兼ねてたっぷり殴らせてもらう。仲間が敵にさらわれてんだ。なのになんであんな奴の言いなりになる。お前らもいつ見捨てられるかわかんねえぞ。かもな。でも少なくともお前よりは後だよ。失礼。お邪魔いたします。何か。皆さんにお見せしたいものが。先ほど桐生さんにお持ちいただいたスマホです。電源を入れるとまずいのでしたっけ。 GPS で敵にこの場所が知られてしまう。だったらなんで切らない。それはもちろん花輪さんを救いたいからです。うえ、おい、何やってる。自己紹介するときはたっぷり殴るのがここの流儀だったな。だったらお互いによく知り合おうじゃないか。ジョーリュー、てめえ行くぜ。うちの番だ。いざとなると暴力で解決してしまう。我々の修行はまだ道半ばですな。あんた、よかったのか。こんな真似したらまずいことに。お気になさらず。私は本物の僧侶ではありませんし、この寺も私もまがいものです。大道寺一派の隠れ蓑にすぎません。それはまあそうじゃねえかって気はしてた。花輪さんを助けてあげてください。実を言うと彼は私がスカウトしてきたんです。かつての私は大道寺の金庫番の一人でしてね、有能な部下が必要だったんです。そして
こんな裏の世界に引きずり込んだ。彼は普段面白みに欠けますが、いざという時には信頼に足る人物でしたので。同感だ。だから敵にさらわれたまま死なせたくねえ。あんたが持ってきてくれたこのスマホでまだあいつが助かる目はある。それにはまずこの寺を脱出しなくては。すぐに追っ手がかかります。さあどうぞもう行ってください。あなたがここを生き延びないことには花輪さんも助かりません。ああ分かってる。伝説の極道様が逃げるのか。俺たちから逃げらんねえぞ。今ので倒れてくれると楽だったんだが。諦めたのか。Thank you.
相手が悪かった。しっ、うめえ、うめえ、やってくれたな。花は一人のためにお前は大道寺全体を敵に回した。そこどけ。俺は能なしの指揮官に愛想を尽かしただけだ。なんだってそうまでして花輪を助ける。あいつだって所詮はお前の監視者だ。どっかで拷問されようが殺されようが別に構わんだろう。俺はもう自分の過去も人生も名前すら捨てている。未来に希望もねえ。こんな人間の面白くもねえ人生を今全部知ってくれてるのはあいつだけだ。ふん、道島の竜ともあろうもんが惨めったらしい話しやがって。今日花輪は極道に銃を突きつけられた時、自分のことは助けなくていいと言った。てめえの命よりも俺や俺の大事にしてる人間を優先してくれとな。そんな男を見捨ててお前らの言いなりになったらその後俺に何が残る。はっ、なんだそりゃ。知ったことかよ。そうだな、お前には伝わるわけがねえと思ってた。それならそれで構わねえ。だが俺の道を邪魔するってなら、こっちは力ずくで押し通らせてもらう。そうか、上等だ。やってみな。しばらく電源が切れてましたが。ああ、今は入ってるだろう。もう花輪さん見捨てたんかと思いましたわ。あいつは無事なんだろうな。ええ、せっかくの人質を殺すわけがない。今から言う場所に来てください。偉人町のスナック街にサバイバーいう店があります。そこでお待ちしてますわ。もちろんお一人でいらしてもらいます。分かってる。ただ到着まで少し
時間がかかる。ご心配なく。そちらの位置は GPS で分かっておりますんで、今後スマホは無断で切らないように願います。では後ほど。